こんばんは。どうもこんばんは。おはようございます。あ、なんかすごい爽やかですね、皆さん。そうでもないです。そんなことないです。なんかあれですね、あの、なまってますね、3番さん。僕ですか。はい。なまってるかもしれないですね。どこ出身なんすか。踏み込みすごいっす。九州ですけど。いいじゃないですか。一回会ったらもう友達みたいなもんじゃないですか。いや、もうずっと野良なんで。いや、もう友達。いや、もう友達みたいなもんすよ、俺たち。何歳なんすか。僕、新宿住んでるんですよ、新宿。遊び来てくださいよ。新宿、今度行くよ。新宿来てくださいよ。新宿行っちゃえよ。踏み込みすごいですね、ってやつだ。遊ぼうぜ。ゲーミングハウス作っちゃおうぜ。なんかこいつ死ねえよ、お前。2番殺すかんな、お前。片野じゃ赤いマンション行きません？これすぐ終わる予感しかしないんだ。大丈夫です。僕多分 PUBG6000 時間ぐらいやってるんで結構自信ありますよ。ボークセンスか。ボークよりちょっと多いっすね。僕5500ぐらいなんで。あ、マジですか。やってます、ね、負けましたわ。じゃあもうおごってください。もうその任せてください。任せてください。これ3番ちょっと友達になりてえな。こいついいやつ。俺の好み集がすげえ。3番のこの、お、絶対おっさんじゃん。上降りるんだ、この前ですね、奇跡が起きて打ち切りもせずに総ドン勝したんですよ。お前そんな喋ってねえで。 100PU じゃねえ。そんなことあります？あったんです。それが遊びじゃねえんだぞ。ラストがガス死みたいな人。そうです。おめえベカ通りでそんな話してる今ねえんだよ俺。もう余裕が死にますよ僕。いや大丈夫です、大丈夫です、死なないです。ごめんなさい、やられました。あ、やつやー、やつやー。 また一緒にやってください。もう抜けるんすか。なんか見ててほしいですか。いいっすよ、じゃあ僕、じゃあ3番。いや僕3番さん見てますよ、ずっと。いや、え、俺も見たいんすけど。いや、じゃあ3番さん、僕いや、抜けてくださいよ。いや、3番さん、何歳なんすか、教えてくださいよ。いくつだと思います？32、3ぐらいですか。あー、嬉しいけど微妙で。何歳なんすか。僕ですか。はい、40前です。マジですか。僕も32なんですよ。いや僕もってなんや。なんかあれじゃないですか、みんな若いじゃないですか。俺アラフォーです、アラフォー。あ、じゃあ結構やっぱ速度遅いですか、なんか脳みそがやっぱ。がすげえ。いや、じゃあもう俺好きなんですよ、そうやってね。やっぱ大人になってもゲーム楽しめるってすげえじゃないですか。いいじゃないですか。僕も。ちょっとやっぱゲームしっかり集中してないからっすよ。いやもう年を。ちょっともう一回僕と一緒にやりましょうよ。さんまさん、僕今あれ飛ばすからやってください、僕と一緒に。さよなら。さんまさん、わかりました、わかりました。さよなら。ちょっと今やりましょう、一回やりましょう。さんまさん、僕飛ばすんで、一緒にやってください、僕と。僕が PUBG の面白さ教えるんで、3番さんに。わかりました。ちょっと飛ばすんで待ってくださいね。はい、よし。ロビーに戻らなくていいんでしょ。あ、ロビー戻っててください。あ、わかりました。はい、戻っちゃうんすか。4番さん応援しましょうよ。沼さん応援しましょうよ。死ねえ、バカ。死ねえ。リバース、6000時間、あれっすか。6000時間どうした？違うんすよ、あれ、今嘘ついたんですよ。僕なんか、本当は、全然うまくないんですけど、ちょっとなんか、みんなが不安になるかなと思って嘘ついちゃいました。すいません。本当は1200時間ぐらいです。いや、まあまあやっとるよ。リバーストーンさんは何時間やってるんですか？僕、まだ、多分っすね、これ、リアフレからもらったアカウントなんですけど、はい、あ、そうなんですか。時間ぐらいですよ。あ、そうなんですね。リバーストーンってあれじゃないですか、絶対石川じゃないですか、その名前。はい、はい、連れは石川って。あ、そう、なるほど、お友達のね。なるほど。はい、すごいですね。もうやっぱ40歳になってもやっぱゲーム大好きなんですか。いや40歳ちゃうわ、38だわ。変わんないじゃないですか。いや全然変わんないじゃないですか。変わんないですよ、変わんないですよ、全然。38になったばっかな、最近。あ、じゃあ、お兄さんですね。僕、今年33になるんで。バツイチだよ、バツイチ。なんで別れちゃったんですか、教えてくださいよ。いや、もうそこ聞く。いや、多分、いや、教えてください。踏み込みが、
でかすぎて。いいじゃないですか。え、どこおりますか、どこおりますか。任せますよ。ピカドでしょ、じゃあ。え、ちょっと、俺ちゃんとついてきてください。この赤いマンション降りるんですよ、ちゃんと。この、じゃあ黄色ピョンってください。いや、そんな、そんな降りれないよ。いや、大丈夫です。行きますよ。よしよし。ちゃんと、ちゃんと降りてくださいね。あ、オレンジ降りてくださいね。僕黄色降りるんで。通りのめっちゃ下手なんだけど、この人。逃げましょう、ダメだ。逃げましょう。こっち来て、こっち来てください。ここ行きましょう、ここ行きましょう。やばいっすよ。取られちゃいましたよ。ここで待つんですよ。はい。こう、後ろに下がれないようにしといていいですか。やめてください、撃ちますよ、僕。地味ちょっと、武器取りたいですね。隣行きましょうか、せっかくなんで。レベ3ベストじゃないですか。来ました。ちょっとやめてください。グレ投げたらやばいっすよ。バレるじゃないですか。その音のせいでバレるじゃないですか。おい、ちょっと。お、1200が時間、助けねえんだ、そこ。ちょっと待って。助けねえんだ。ちょっと待って、待って。中入ってください。いや、来て。あ、まだいるっすね。いいっすよ。大丈夫です。助けます。来たら俺やれる。助けても死にます。大丈夫です。任せて。ちょっと、僕隠れて。ちょっと、邪魔、このおっさん。邪魔。はい、こっちか。来て、助けて、正面いましょう。アイテムありますよ、ここ。ほら、ソードオフがある。ソードオフ。あ、正面います。正面。いるじゃん。いるじゃん。めっちゃいるじゃん。ここにちっちゃくなってるし。見ててください。僕の動きを。ロビー戻っていいですか。やめてください。ちょっと見ててください。見ときます、見ときます。うわ、うまい。なんで喜ぶんだよ、もう。ちょっと待ってください、もう戻ってください。なんで俺が死んだ、喜ぶの。うひゃ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 ってなぞ。あ、じゃあ、ミリベ行きますか、二人で。あ、いいっすよ。じゃあ、僕のこの黄色ピンいいんすよ。来てください、黄色ピン。いけっかな、俺、あそこまで。さっき俺が死んだ時なんであんなに嬉しそうだったんですか。やめてくださいよ。いや、華麗にやるんかなと思ったら。あ、見えてました、ちゃんと僕のプレイ。華麗にやられた方やった。そうなんですよ。あいつうまかったっすよね。そうなの。うまかったじゃないですか。ジャンプショットガンとかできないっすよ。あ、もう開いた方がいいですよ、これ。はい、よしよし。このじいさんもしれえな。なんて呼べばいいの、ヤズヤでいいの、本当に。僕、あの、ヤズヤです。実家がヤズヤなんで。適当やろ、今の適当よね。すいません、ちょっと今、敵に撃たれてるんですよ、お兄さん。逃げて、今度入りましょう。よし。大丈夫、俺がやる。前から。ね、うまいやん。でしょ。うまいやん。待っててくださいよ。仲間もやりますわ。うまいやん。うまいやんっていいっすよね。今完璧でした。ちょっと突っ込みますね。お兄さんと一緒にやりたいんで。ああ。いつも野良でやってんの？一人で。いや、僕いつもあの YouTuber なんですよ、僕。だから YouTuber 放送してる、もしかして今。あ、今してます。でもあのお兄さんのあの個人情報とか。全然平気。見てください、あの うんこちゃんで検索して YouTube で出てくるんで。うんこちゃん、はい、どうする、チャンネル登録しとったらもうすぐ。いや、でも名前知らないってことじゃないですか。あ、知らん。今ちょうど生放送中なんでやってください、見てください。うんこちゃんどれ、うんこちゃんどれ、うんこちゃんいっぱいあるんやけど。
あの、純チャンネル出てきますね。あ、ツイッターでも。これか。あ、それそれそれ、はい、それです。これか、JUN チャンネル。それです、それです、それです。あ、じゃあもう僕、あの、ジョージにしますわ。はい。垂れ流れ、9000人あ、そんな見てました。そんな見てました。僕もちょっとなんか、お兄さんに集中してて全然見てなかったんですけど。大人気っすよ、多分。僕コメント見てないんですけど、今全然。こんなん流してええの？いいんじゃない？だって別に僕悪いことね、今仲良く PUBG やりましょうよ、二人で。チャンネル登録したよ。あ、あざっす。僕あのこれから頑張るんで、YouTube も。どっち、お兄さんどっち行ってほしいですか？僕もう言うこと聞きますよ。ちょっとじゃあ早くしねえや。あ、じゃあ突っ込みますわ。任せてください。突っ込みますわ。あの正面いるんで。いるね。うわ、こいつうめえな。よし、歌ってる。じゃあもう純ちゃんってしか言えねえじゃん。ごめんよ。38歳、バツイチですけど、彼女欲しいです。えい、甘い。ナイス、華麗なコンビネーション、適当。いやー、その SKS どこにいるか分かんないっすね。お兄さんどこいると思います、今のやつ。あ、すいません、見てなかったっちょっとやめてくださいよ。あ、分かった。いいじゃないですか、上手なんでしょ。任せてください。こんだけ人が来るってことは。いや、僕あれなんですよ、あの下手なんですよ、マジで。僕のグレネードとか、あ、いい、チャンスチャンス、見ててください、お兄さん。はい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 、見ててね。やるでしょ。当たんねし。やるでしょ。当たった。当たりましたよ、これもう僕アイアンサイトの。すげえ。いや、マジでちょっと見直したわ。でしょ。明日仕事っすか。明日仕事っすけど、僕あの夜仕事な、夜ってか夜まで仕事なん、12時までとか。あ、そうなんですね。はい、オッケー、大丈夫っす。ちょっと明日やずやですか。明日やずやっすね。あ、なるほど。いや、それ舐めすぎじゃないですか、これ俺のこと。ほら、顔出せや、見ててください。うまっ。なんで俺がやられて笑うの、そうやって。超うめえ。今うまかったっすよね、相手ね。超うめえ。なんで離婚したんすか、教えてください、僕に。じゃこの人数に今なんか分かる。なんで、じゃあ僕もなんかあれなんですよ、知りたいんですよ、やっぱ。あれっすよ、単純に言うと、はい、単純に言うと、はい、僕がろくでもなかったっていうだけっす。あ、本当にそうなんすか。いや、でもっすね、なんか離婚ってですね、なんか相手、僕離婚したくなかったんですけど、はい、離婚し、嫁さんの方が離婚したかったんで。え、なんで僕に何かあったんですかね。何年続いたんですか。4年ちょっとですかね。あ、でもまあ一回結婚できるってことはね、そういうことじゃないですか。まあまあまあ、そういうことですよね。そういうことなんですけど、あ、5月東京行きますよ。そうなんですか。どこなんですか、家。どっち、関西ですよね。いや、違いますって。だから九州言うたやない。あ、九州なんだ。あ、だからなんかちょっと聞いたことあるような喋り方だったんだ。あ、そうなんですか。聞いたことあるってどういうこと。なんとか倍みたいな。なんとか倍とか一言も言ってない場合。言ってるじゃないですか、今。もう YouTuber 長いんですか。いや、2年ぐらいかな、多分そんぐらいじゃないですかね。でも11万ってすごくない。いや、なんかたまたまなんですよ、ほんと。僕あの他でやってたのを YouTube に移行してきたんで。あ、ニコ。あ、そうです、ニコ。ニコ動す見てました。ニコ動見てました。ニコ動、まあ昔ね。何見てました、教えてください。何見てました。何見てたかな、もう覚えてないな。あ、じゃあもうそんな古い記憶なんすね。はい、僕そうなんですよ、ニコ動でやってたんですよ。あ、なる。帰ってきました。
ていうかすごいね人気。いやいや、そんなたまたまっすよ、今だけっすよ多分。いやそんなことはないやろ。いやでも本当にそうなんですよ、なんか今日だけっすよ、いつもは全然。純ちゃん、純ちゃんまあまあ男前やけどな。いや顔まで見え、ちょっとじゃあ僕にもお兄さんの顔送ってくださいよ。いやだよ、なんでずるいじゃん、俺にも見してくださいよ。いやいやいや、これこれ晒したくて晒してんだろ。いやじゃあ僕はそうですけど、じゃあ僕だけに見してくださいよ、絆深まりますよ。あ、行きましょう、これこれチャンスチャンスチャンス、行きます。2人で一緒とこ行きましょう。はい、顔誰に似てんすか。俺そもうそれをイメージして戦いますわ。最近ですね、はい、最近離婚して僕、いや結婚して太ったんですよ。はい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 、全然実家に帰った。はい、はい、実家に帰ったんですけど、はい、親から最近言われてるのはロバート秋山って言われてる。ロバート秋山似てるんですか。男前ですね。似てる、いや似てないけどね。で若い頃ないけど、痩せたてた時は誰似てるんす、似てるって言われたんですか。あ、誰やろうな。これはもう開いた方がいいですよ。誰やろうな。これじゃ開いた方がいい。うん。誰やろうな。一番痩せてた時は、はい、吉川浩二とか言われた。ああ、まあ系統一緒っちゃ一緒かですね。一緒か。まあでも似てません。ちょっと似てます。似てますよ。いやそんなつもりじゃなか、本当はね、はい、本当はYouTuber とかじゃなかったら本当に普通にフレ申請送ろうと思ったけど。いや関係ないじゃないですか別に。いや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 、もうその他一般市民になりたくないから俺は。どういうことですか。船か、もうそんな変わんないっすよ。この年になるとね、友達ってなかなかできないから。だからもうできたじゃないですか。僕友達になってくださいよ。逆に僕こういうと本当に大事にするタイプですから。僕あと年上のお兄さんに可愛がってもらうの大好きなんですよ。いや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 、なんか怖いわ。じゃあほんとに、いやそういうなんかホモ的な意味じゃなくて。そういう意味でもないけど、ほんとになんかね好きなんですよ。だから友達結構30代後半多いんですよ。そうなんですね。はい、そうなんですね。大きい建物行ってください。 YouTube か、ええなあ。ほんとに縁があってですよ、たまたま。いやほんまほんま通りで踏み込みすごかったはずだわと思ったかな。違和感ありました。やっぱこれちょっとなんだこいつと思いました。俺も踏み込み結構激しい方だけど、はい、いやこれ違うわと思って納得したもんね。ちょっとおかしいやつがいると思いました。うわっすげえこいつと思って。あ、やっぱそうなんですよね。ちょっとやっぱ、うん、いいとこ見せたかったっていうか僕もみんなに。そうそれ、慣れ慣れしいっつって怒られた時もあるんですよ。なんかお前慣れ慣れしいわ。いやいやいや、逆にわーって久々コミュ力高いやつ来たわ。ね、みんなで仲良くやった方がねいいじゃないですか。あ、いいっすよこれ使っていいっすよ。あ、いいんすか。いいっすいいっすいいっす。もしなかったら、はい、そうっすよね。なんかうんぴって言うんですよね、なんかみんな。あ、うんぴですよ、うんぴ言ってますね、なんか、はい、うまい人たちはうんぴうんぴうんぴ言ってます、ね、仲間入りっすわ、うんぴの。マスオ TV も言ってましたよ。知ってます、マスオ TV。 知ってますけど。え、知ってんの、マスオ TV。 マスオ TV 知ってんすか。知ってますよ。え、うん、いやそれチャンネルとしてでしょ。え、もうすげえ、マスオ TV 知ってんだ。知ってますよ。マスオ TV 知ってんだったらうんこちゃんも知っててくださいよ。あ、そんな有名人とつながりあんの。いや全然つながりないです、勝手に俺が喋ってるだけで。あ、やっぱすごいな YouTuber って。だって YouTube とかあんま見ないお兄さんですら知ってるってことですね。いや俺多分ね年齢の割には見てる方だと思う。あ、でもそんな熱心にファンとかじゃないけどネットで見てるって感じなんですね。上がってきたやつとか関連動画とかで見ててたりはするから。 OK です、僕もじゃあ注目されるように頑張りますわ。まあでもまあこんだけ登録者数いるんだな。いや全然ですよ本当に、まだまだっすよ。次行きますよ。こんな乗り物まであるよ。
え？嘘です嘘です。いや。いや嘘です嘘です。そんなズル しないです僕。今どう思うかなと思って僕が。いや。これバックできないんだ。ちょっと乗ってよちょっとやめてくださいよ引きますよ俺そんなよしゴー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 ですよそこに任せて任せて絶対俺が肩切れますわまあ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 こんなもんすわですね。ですね。すいません。いやいやいや、もうこちらこそ。ありがとうございました。またやりましょうよ。楽しかったっすよ。楽しかったっすよ。またやりましょう。やべ、終わっちゃった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 。やべ、終わっちゃった。お別れの挨拶できなかったわ。ロビー戻ってきてくんねえかな。あ、あ、あ。だ。あ、じゃあまたやりましょう。俺を誘いますわ。いや、ほんと誘ってくださいね。僕が配信してるときに、あ、石川さんいるっつって誘っていいですか。いいですよ。あ、わかりました。じゃあまたやりましょう。リバーストーンさん。はい。はい。じゃあお疲れ様でした。はい。お疲れした。ありがとうございました。はい。はい。楽しかったっす。あー、お疲れ様です。はい。はい。